はい、よさんこんにちははい、ということで、今日はザ・マッチ2022、えー、山崎選手対原口選手の試合を、えー、勝敗予想していきたいなと思っております。えー、前回は、えー、私の注目カードとして、ヤー選手対芦澤、えー、選手の勝敗予想をしたんですけども、えー、こちらの試合もですね、かなり私的には、えー、すごく注目のカードかなと。 えー、そう思います、えー、原口選手は前回タイ人の選手に敗れてで山崎選手は、えー、大和哲也選手に敗れたのかなという一戦、えーまあ、敗戦からのお互いに多分戦いだと思うんですけど、まあ、それを抜きにして2人とも、えー、かなり強い選手ですので、えー、すごい試合になるんじゃないかなと思います、えー、山崎選手は、えー、元伝統派空手出身で、まあ、そこから、えー、ファイトスタイルも 中に、遠い前から中に入り込んでの左右のフック、え、あと、ジャブですね。そして、掛け蹴りなんかもあってですね。本当に殺傷能力の高い選手というえイメージで、原口選手は三日月蹴りなどえもう出せますし、パンチもすごい上手で、かなりあの強い選手だなという印象があります。え、まあ、私の予想では、 僕の考えでは、えーまあ、やっぱり距離を取りたい原口選手と、えー、中に入りたい山崎選手になるのかなぁと予想するんですけども、えーまあ、その中でやはりこう山崎選手のね、フックが当たって、えー、山崎選手が右フックで KO 勝ちするんじゃないかなと、そういうふうに予想したいと。まあ、僕のあくまで予想ですのでそうなるんじゃないかなと、そう。 はい、では皆様,、えー、皆様もあともう少しですね、ザ・マッチまで、えー、勝敗予想などしながら、えー、どんどん格闘技界盛り上げていってです、ね、えー、ザ・マッチをもっと盛り上げて、その未来の格闘技界を盛り上げれるように、皆さんで、みんなで盛り上げていきましょう。では、ありがとうございました。